意外とまだみんな来てないかもみなるんさんの配信見た人前髪いい感じあったありがとう自分でもうこう言って何も見ずに切りましたじゃあじゃあコードピオスと合体してたね <laughs> ねしてましたね <laughs> なんと中坂は新世代じゃなくて 3日のお昼にね出させていただけることになりましたあの ZIP、ー、ですーなんか新世代のところで名前がなかった時点であのー、ちょっと出ないのかもしれないと思ってちょっと心の覚悟をしていたんですけどみなるさんありがたい本当に3日のお昼にね出演させていただけるということが決まったのでえ待って待って待って。 待って待って待って中りんちゃんがいるよ <laughs> みんな監視されるよ <laughs> 見て中りんちゃんいるんだけどスクショしよう <laughs> かわいい <laughs> そうかわいい <laughs> はいオッケーそうめっちゃ嬉しいですありがたいことに3日のお昼の公演に出演させていただけることになったのでえ3日のお昼頑張ります <laughs> 絶対初見じゃないじゃんもう誰かわかるよ はいそうなんか若手じゃなくて結構もうベテランの先輩と出演させていただけるということなのでもうみなるんさんとステージに立てることも最後になってしまうかもしれないのでもうに頑張りますもう楽しみって言ったらさちょっとあれです悲しいですけどど楽しみに頑張ります ぜひ皆さんもあのミナルンさん大好き席はミナルンさんの大好きな方だけですけどあの一般席もありますしカメコ席も今回横パシフィコにはありますのでぜひ遊びに来てくださーいこんばんチャス仕事終わりのカ坂さんにお見えお疲れさまんさです ああそうそれでですねなんだっけなんだっけなんか話そうと思ったのに忘れちゃったあそうそう3日のなんか3日の、まあ、新世代面若手面はなんかちょっとこ年齢層が上目なメンバーが多いからなんか私もそっちで見られたのかなみたいなまあ その頃には高校2年生になってるしそっちに見られたのかなーとか思いながら生きてます <laughs> でもあのー、なんだっけでもあのなんだっけなんですけどあのな <laughs> でもあのー、最年少らしくてだからちょっと頑張る若さ出します <laughs> <laughs> 片言高校生多分2人とかしかいないんですよその日みゆとサンちゃんだけ。 イエーイびっくり <laughs> そうピオスさんと一体化したので、ね、実質ピオスさんということでえ今日髪巻いたんですよどうですかちょっとさ外巻きにしたつもりがさ全部内巻きになってたっていう話聞くそうりか里香高坂ュウさんだイエ,イ,イエーイ <laughs> イエーイ,エイ マウント取ってないですえうまく負けてるよねしかも前髪も切ってちょうちょうしようき違う違う全部外巻きにしようと思ったんだけど全部内巻きになっちゃった <laughs> 髪です可愛いくないなんか こっちに巻かなきゃいけなかったから、こっちに？こっちに？わかんないけど、多分内巻きです。特 <laughs> 会決済しました。ありがとうございます。そ自分で巻きました。<laughs> 大人っぽく見える。ありがとうございます。もう触覚がさいないからさ、顔がちょっと。 面積がデカめですでもなんかこうやるとちょっと顔が逆にでかく見えるなんかさ難しいですよね5月4日のツーショット会買い増ししたら外れましたつまり完売したということえー、初めてじゃない3十までに完売したの嬉しいありがたいですね

でも私他のおしめ知らないから多分中坂は一筋だと思うんですけど <laughs> <laughs> あのまあ今年はまそうですね中ちゃんとたくさん楽しい思い出を作ってもう中ちゃんしか見えない中ちゃんが見たい中ちゃん可愛いみたいなもうその言葉しか発せないくらい中坂のことずっと見て応援してください一生よろしくお誕生日おめでとう ハッピーバースデーとユーイェハッピーバースデーとユーイェーイおめでとう <laughs> みんななんかさ扱いいひどくないですか <laughs> 私の扱いひどくないええー、朝一の飛行機だってやばいねブーンってこと 誕生日おめでとうありがとうありがとうありがとう <laughs> なんかなんかすごいさパッパッパって済まされそうな感じしてますけどおめでとう初見さんこんばんは SK48 吸気性チームスピオスさんと大親友のなかちゃんことなかしかみです勝手に大親友だと思ってます <laughs> はい ピアスさんとあの大親友 <laughs> よく買ってなかったのに3日は買ったよありがとうございます3日は私服なんですよねでもあなんか衣装がでも着れないかもしれないみたいな,なんか今フラグが立ってるらしくてあでも5月は着れるか分かんないでもどの衣装にするかまだ悩んでるんだよね <laughs> 何がさんいいかなえ <laughs> その悩イはンは「急きみんなに出ろ」って言ったらしいですミュウはももうそんななこと言われなくてももう 押し寄せる押しかける押し付ける何て言うんだろう押しかけ寄るうーん押し付けかけるうーんお押しかけるあ押しかけるか押しかけるつもりで言いました <laughs> 川島にマウント取る方たち <laughs> 方たちですか私だけじゃないの川島にマウント取ってるの。 そうなナイアンの生誕は意地でも出たいなと思っていたので出れることが決まったらしいですでもなんかナイアンはみんなになんか出てほしいって言ったらしいですなんか嬉しいねあのもう楽しみです楽しみですそうあいかぴょんさんのも出れてナイアンのも出れて幸せです服がないですどうしよう 川島のツーショット撮ってみる川島がカメラマンしてるかもよ逆に誰と撮るんだろうそうなった場合お姉さんかなそう何やん何やんじゃないんやんです分かんないな,な,なんだ <laughs> そうちまちゃんとなんかギルドを作ろうって約束してたんですけどなんかまだ作っていいか分かんないのでむだ無所属ですどうも 武者族の中坂です急にギドライブの話し始めちゃったけどさナイ <laughs> の配信で救急士の方は投げてくださいって言ってたから投げました悩イは心が広いですねでもその日は絶対に青白水色なんか順番決まってるんだよね白青水色かな白水色青かもしれない白水色青だった気がするので振ってください 内容はこう順番が決まってるのでちょっとどうなったか教えてください <laughs> はい休憩しだけどスケジュール上投げられませんまあ、平日ですからまたドライブでイベントはないの今のところ予定はないらしくてでなんかメンバーがその,そのままやっていいのかっていうことについて今確認してもらってるのであの確認ができ次第速攻ちまちゃんと。 手を取り足を取り何言ってんだろう分かんないけどフフやは冬は寒いから夏にするな生きるって言ってたおし12月に来とったやんけねえ感謝祭感謝祭でやりたいですね楽しみにしてますみゆはでもュウキュウっドライブをガチってたメンバーがあんまりいないかもしれない <laughs> あのでもちまちゃんとかさあやとかはめっちゃ頑張ってたいのでこの辺と手を取り足を取り <laughs> マウントも取りつつ頑張りたいと思いますんで中坂と同じじルる <laughs> ちまちゃんが誘ってきたんだよ中ドゥンドゥンただいま仲うち仲ドゥンドゥンになったんですかイェイイ5月4日中坂さん外れて会えないらしいええー5月4日外れて してるしびっくりやね。ね <laughs> えー、5月4日以外は会えないんですか？ナヤのドリンク美味しそうだった。えね、ナヤンの自信、ナヤンはめっちゃ美味しかったって言ってたのでメモの早く飲みたいです。でもなんかマリンさんの方がいっちゃん気になる。トン汁。わ <laughs> かりますか？もう華麗な二度見でした。みたい 皆検査をしてくださいってやつああのお支払い忘れないでね <laughs> ドライブねぜひまたイベントがあったら協力してくださいカタンしか飛んじるいやもうびっくりで私こうサ見てて最初宮丸さんね あさん最流のカラー黄緑だからさメロンなんだなみたいな可愛いと思ってでその横行けばよかったんですけどナイアンなんかずっと気になってて何ていうやん名前にしたんだろうみたいなドリンクは見捨てたんですよどういうやつかでえめっめちゃ前の,の可愛いじゃんみたいな美味しそう飲みたいなとか思いながら見てて今ちょっと横行ってえっ大さんのめっちゃ可愛いみたいななんか結構トロピカルだったからあこういうのもありだよねえじゃあマリンさんはもう水色青だしみたいな水色青だし なんかマリンブルーとかそういう系かなみたいなブルーハワイとかそっち系かなみたいな見たらえ飛んじるみたいなもうびっくりしましたえそそれのドリンクだったのってびっくり <laughs> えそうもうびっくりびっくりみたいな。 いやね、そう寒い時期にはぴったりなのもめちゃめちゃ分かるんですけどえなんか1人おかずいるんだけどびっくりしました支払い完了ですみんなありがとうございます5月4日中坂さんの件2枚もあるすいません実際ファンは一番ありがたい説、まあ、確かにあのー、結構苦手な食べ物とかもあるけど人によってはさ メロンとか結構苦手な人もいるかもしれないじゃないですかたまに聞くし豚汁ってさどの家庭でも出るからさいいですねご飯のサービスないのかなご飯はねちょっと自分自前であのチンするタイプ持ってきていただいて、ま、ずっと検討読まなかったよね検討してくれるんですか推し麺ではあるんだもんもハニトンマドリンクです さ3月はさすごいすごいのが出るかもよ中にさスポンジが詰まっててさドーナツ入っててさ生クリーム絞ったコーンフレーク入ってて <laughs> 上に上にこうカステラいっぱいなって生クリームボーンみたいな出るかもしれないですよ長坂の特価初めて参加イエーイイ <laughs> イエーイこの時期暖かいのがありがたいねまあ確かにでも内イのも ホットドリンクです美味しそうでしためっちゃカロリーやばそう、まあ、ハニトンよりは多分大丈夫だと思いますけど長坂さんハニトウ1.5個食べた人なんであの頃はいくら食べても太らなかったぜなんかさ顔がさもう丸すぎて今日お母さんにさ顔のマッサージをしてもらいましたいや <laughs> もうダメやなもう決定なのでもう決定です昔タピオカのデザートがジャージャー麺でしたそれもちょっとよくわかんないですけどタピオカ飲みたくて最近。 でもちょっと誰もさ乗ってくれないわけタピオカ飲みに行こうって言ってもちょっと誰も乗ってくれないからそう悲しいだけですコースター狙いの方豚汁食べれば温まり確かに <laughs> そう6月はシチューな6月結構あったかいと思いますけど大丈夫ですかねそうハニートーストはあの閉店する3日前くらいに行きました3日前くらいにぎゅうき3人で行って キュキさんに全員1人1個ハニートを頼んで食べました5月4日以外は帰ったんだけどまだ支払いないですねいつも支払いギリギリだよね <laughs> 急げ急げのなんかさめっちゃ支払いをさ催促した日さめっちゃ催促されてたけどさえいなかったよね <laughs> <laughs> あれ私のとこいたっけにゃ <laughs> いいんですいいんですおしめに認定されたからもう今年の2月からはいそれ以降 <laughs> 平らげましただよね平らげましたわかんない食べました美味しかったですなんかあれメンバーが考えるんじゃなくて考えてもらって名前をこっちがつけるタイプだと思います みんなのくし、みんなの記憶力が素晴らしすぎる。めいちゃんはカレースープにしよう。昼飯のカレースープいいですね。めいちゃんは、なんか、サイリウムカラーがちょっとトロピカルなので。いろいろ味が渋滞しそうだよね。初見さん、こんばんは。イースキーホウテイとキューキスエッ十六歳の赤ちゃんこと中須賀美です。え、コーンスープいいよね。確かに。 今日ファンンクラブのスタンプちまちまゃんだったよお中坂はいつになったらあれなんでしょう出てくるかな僕も初見ですあのそのあのあれは見たことないです名前とアバターはでも喋り方がなんかいつも来てくる方に似てるなって思います <laughs> あ違ったらごめんなさいコメント怖いよ <laughs> 怖くないよブルブル <laughs> えっクラムチャウダーいいですね中ちゃん特会参加フラストから5回目イエーイ待ってます圧が強めのドリンクにしようなんだろう圧が強め難しいですねデスソースみたいな <laughs> でもが飲めないからやだでもなんか難しいなあ信玄餅ドリンクとかよくないなんかちょっと違うタイプがいいですよね塩味とか <laughs> しょっぱいってことまあ確かに新しいはじめさっきの大あさりクラムチャウダーにしよういいですね大あさりうまかった えー、クラムチャウダー食べたい食べたい和で攻めようでも抹茶とかだと飲めないので <laughs> 抹茶以外がいいなセンブリ茶罰ゲームドリンクとか何が入ってるかなみたいなこれはあのこう店員さんがこう「これがいいです」じゃ店員さんが決めるセンブリ茶ベース作るのかはたまたデストースを入れるのかはたまた虫が入っているのか何なのか 青オレンンジ色のドリンクなならかかりこれれ確かに生ハム入れる <laughs> 出てこなくないあこうやって飲むのかね分かんないストローとかだったら出てこないよでもう上品だからさジュースはストローで飲みたい派なんですコストコ行ったことないです食べてみたいモスバーガーのクラムチャウダー好きですクラムチャウダー食べたことないんだよね食べてみたい <laughs> そう虫だとただの異物か係になっ確かになんかすごいみんなが「上品」っていう言葉をハニハニしてくるんだけどうん妙上品なんですよだからジュースはストローがないと飲めなくて。 こんばんばは。でもこれガチですからね、まあ、家のお茶とかは普通に飲むけどなんか例えばなんかドリンクバーとかはストローがないと飲めない <laughs> すごいすごい団結力すごすぎやろ <laughs> もう上品じゃないですか配信とか見てて思いませんか だっってて家にもめっちゃストロー常備してありますタピオカストローですら常備してあるんですけどすごいすごいみんながすごい否定してくれ,くれますありがとうございます中坂さんはポテチも箸でたえでも箸で食べたい派ですけど手で食べます上品とは何か考えた <laughs> めっちゃ言うやん遠くから仲良くしてくださいねえ仲良くしましょう待ってる待ってる 楽しみー。はにゃか坂。<laughs> はにゃか坂とは。お、思うよ、上品だよね <laughs>。なんで震えとるね。みたいな、ちょっと面白くない、突っ込みで、ごめんなさい、一緒に滑っちゃった。そう。ポテチは。ちょっと食べないですけど、箸で。上品っていうのは、もうおしとやかみたいな。なんか品のある人です。 しかなくね <laughs> え目が乾燥してきたねえエアコンのリモコンさ取って上 で、自動にしてありがとう自動運転に設定しましたウッドストローなんだよねアミュはあの、あれです洗うって使うタイプです公園では品があると思うあ、でしょ CMS のお嬢様代表なんでごきげんよう <laughs> えい、ー、かちゃんは話し方から気品があふれてるからそうだよ <laughs> <laughs> これ小説分の二です <laughs> 首が飛んでいきそうなお嬢さんはにゃー <laughs> はにゃはにゃ設定じゃないですこ,れこの巻き方もちょっとお嬢様みたいじゃないですか毛先がうまく巻けないですね難しい上品だったらかまぼこでボコボこにしない <laughs> お腹の被害はそうなんでしょう <laughs> そう トマキにしようとしたけどお嬢様も気にしちゃったのは「無意識」「今日晩ご飯ははま,まさかがもう作ってくれてるらしいです」「僕は地雷坂が好きですありがとうございます」なんか最近あの通販アプリを入れたんですよ新しくねでその通販アプリでなんかめっちゃ服を見て頑張ってコーディネートっていうか なんか大人っぽい服探してみたりホワイトデーの服ホワイトデーの服なんかさなんか池田さんが同じような服をさ着るんですよ私より先に <laughs> <そう> <laughs> 実際ケーキの中でお上品な子って言われると難しいな「さえ」とか <laughs> それこそキャとかさお上品でしたよね 入ってきます覗かないで覗かないよ覗かないよ覗 <laughs> かないよい覗かない <laughs> おしとやかな子は興奮して声を発しません <laughs> そう池田がなんか <laughs> なんか池田が同じような服を着るんですよそうホワイトデーデートこうデみたいなあれなんかさ聞いたことあるぞって思ってびっくりしました マジだとゆっちいやゆっちはガチじゃん <laughs> へえへえごきげんようごきげんよう <laughs> 覗いてもらえるのか覗かないよ覗かないですよファンのみんなが覗きに行っちゃうかお嬢様になってみたいはい何度も思ったことがありますお金持ちになりたいとお金持ちになって 毎週末海外旅行したい <laughs> いや覗かないのぞかない,かない私は覗かないですみんなが覗きに行くんです <laughs> そうよし上品コーデの日を作ろう <laughs> なるほどね 全部同じ巻き方だからさ今日まとまるの髪がびっくりじゃねこっちもまとまるほらほらお嬢様みたい <laughs> お金持ちになってトーク券いっぱい買いたいいいですね夢がありますねみはお金持ちになったらまずえっとえっと土地を買って <laughs> 土地を買いますいや株を買います <laughs> 株を買ってお金持ちになります<笑><笑>私が大富豪になったら軽井沢の一等地に土地を買って別荘を作ります <laughs> 現実的すぎて遠くかの部ごと買います。 符ごと買うの大変そうリアルすぎてダメって音されそう <laughs> SKE48 の大富豪は終わらない <laughs> 夢がなさすぎる月旅行行ってみたいですね現実的ですねでも須田さん全部貯金するって言ってました <laughs> 株を持ってても金持ちとは限らないよ。いっぱい株を買います。<laughs> 私がお金持ちになったら、まず私は絶対に土地を買ってあの S. K. カフェを作るのです。はい。もう一億円当たったらそうしますね。で一億円でさ建てれるかちょっと怪しいけど、だから立てられないから。 物件を買えばいいんだ1億円で栄に土地を土地の物件を買ってあのー、SK カフェをします、はい、全て私がメニューを決めます会社を作る私は無理です無理ですあのー、無理です <laughs> 高いに土地を買うのなら1億でたり <laughs> ピュンえ高層マンションの最上階に住む夢はもうねなくなったんです私は今キッザニアのお姉さんになりたくて <laughs> 私は SK やめたらキッザニアのお姉さんになりたいんです <laughs> えでも確かに。 ンンンテリででコンサートしたいですみ <laughs> ゆはあの夢を与える職業に就きたいのでキッザニアのお姉さんになりたいですキッザニアのお姉さんになって子供たちに夢を与えたいですみゆは一回だけ行ったことあるんですけどもう超楽しかったんで私は絶対にキッザニアのお姉さんになります <laughs> はい でもなんか30歳くらいまでなんだって対象がだからみー絶対30歳になるまでに行きます <laughs> 僕の、ね、夢アイドルと結婚することですでも希望はありますから志は高く行きましょうそう職業体験ができるところそうですそうですミはピザ屋さんと マヨネーズ屋さんとお菓子屋さんとソフトクリーム屋さんと病院の先生やりましたメスって言われてもどれがメスか分からなくて適当に渡しためっちゃ怒られた教科がありますそうえでもビールのりこさんはあのガチでやりたいのではいガチでやりたいです みーちゃん,結婚,ちゃん結婚するつもりないんで実フフアは結構いろんなところにありますねみーは大阪に行った記憶がありますマヨネーズやマヨネーズ屋さんじゃないけどさあのフーフィーみたいな有名な会社あるじゃないですかフーフィーみたいなで作りましたマヨネーズえんか結構適当に渡してたってハサミとかなんかいろいろ でももうね保育園の頃の話だからさもう本当にめっちゃ前みーちゃんの執事になれる可能性うんあんま給料よくなければ <laughs> 保育士さんとかは嫌なのえなれると思いますか私が私は無理ですね保育士さんも夢がありますけど私は封じょくしさんにな,るならあのもっと無理なんですけど小学校の先生になりたいです <laughs> そうみーはあの保育園にあの職業体験に行ったんですけどいや難しいですねなんかそもそもなんですけどあのお名前を覚えるっていう作業があのめちゃめちゃ難しすぎてもうびっくりびっくりみたいなみんな一応な札つけてるんですけどねそう教員免許取らないとでも国家資格いいですよ公務員ですキラン 介護職の中崎さんに背中,バン背中にバンテリン塗ってもらいたい人生だったバンテリンって塗り薬なんですか中ちゃんあいこぺんさんがインスタライブ始めました中 <laughs> ちゃんこんばんは今日もとっても可愛いいですありがとうさあ 上京したくないなこの家から出ていくつもりないんで私前にキャリアウーマンとか言ってましたえでもキャリアウーマンにはなりたいんですよね一生安泰な職業について定年までそこの職場で働いてあのちゃんと老後のお金を貯めて生きていきたいです一生名古屋で住むのはい私は一生この家で住んでいくつもりです この家とは言わなくてもいいんですけど一生親と住みたいと思っています一人暮らしするつもりはほとんどないですキャリアウーマンって上品な感じです <laughs> もう今何でも上品って言えばいいと思ってるやん向こう入りは可能ですか 向こう入りは可能じゃないですけど大変だと思いますよこんな家に入ったら地元志向が強いっていうか私一人暮らしできないもんほな名古屋に移住しようかな名古屋に行ったらばったりやるかもよみゆちゃんのこと名古屋で見たことある人 愛知というより東海地方は地元志向強いイメージはい長坂は地元大好きです家事しますおいいですね <laughs> 劇場でまあ劇場みんなったことありますポトムの会場であオタクの頃かなじゃあ長坂県に,転が,みに,に転がりに込みにほんのにやめた方言ですね地元に残る人多いみたいはい地元に残ります 劇場と会場で劇場でしかスカイキッポなら SK 劇場にいましたせや名古屋へ帰りたいひ <laughs> 姫たんの生誕、うん、いいですみんな劇場でお会いできて嬉しいです最終社会で見たことあります、ね、ありがとうございます ととりあえず長崎県に入るとご飯が遅いえなんかさ私的にはなんか普通のもう感覚なわけ10時にご飯食べるっていうことがねでも私ハゲちゃん家に行くとよく夜ご飯をごちそうになるんですけどハゲちゃん家の夜ご飯結構早いんですよいや結構早いって言っても,もう7時半くらいなんで,でも世の中で言ったら1分くらいなんですけど私にしたらめっちゃ早いわけもうびっくりやねみたいな掃除洗濯からアイロンがけまでやりますよえ晴らしい アイロンかけて服たたんで私の服しまうところまでやってくださいお願いします。十 <laughs> 九時半は普通ですだってうち十九時半にご飯食べるときなんて外食するときくらいしかないんだけど。共働きだった <laughs> 言えなかった共働きだった。でもなんか共働きであの私保育園の頃からお迎えが七時とかだったから。 7時とか7時半だったし小学校の頃も基本的に7時だったからなんか逆にその7時半とかに夜ご飯を食べれる世界線が分からないんですよね、まあ、高校生っていうか SK になってからはショールームしてるんでま10時になってしまうのは私のせいなので何とも言えないんですけどあの <laughs> はい家事洗濯料理コール編集 <laughs> 分かんないわかんない <laughs> 後,後半全然分かんないですけどいいですねもタンちは16時 16時ってさやばくないやばくない <laughs> おやつめっちゃ食べちゃうんですよね最近ほんとにやばいんですよちょっとデブ化が進みすぎてるのでえー、もうガチで痩せたいもうさ全部夜ごはんさ,さの葉っぱにしようかって思い悩んでるくらい痩せたいつけてみそうかけてみそう冷蔵庫に何本常備してますか一本もないと思うある ちょっとと今日は反応がないとい,うか多分ないと思いますでも昔はありましたでもうちはなんかあんま味噌を食べないですね文化的にないよねある ?1 本 ?1 本くらいあるらしいです <laughs> 今日中坂さんもかわいくないえなんかさ暖房がこ直当たり直当たりなんてか言うかわかんないですけどだからめっちゃ顔がほてっちゃうんですよね 晩ご飯食べてからなんかみゆがそのみゆが配信するまでにご飯が完成しないんです月曜日はあのみゆご飯担当だったんですけどあいかくんさんの生誕祭があるということで家でご飯食べないので担当じゃなくなりましたわイワイそう <laughs> そう ご飯炊けるのわー舐められてます、ね、私あれじゃあアイカピョンさんじゃないんで <laughs> アイカピョンさんはでもこの前洗濯機を初めて使ったっていうなんかご飯が炊けないのは誰だろう分かんないですけど中坂は割と週1くらいのペースでご飯炊いていましたよ昔は今は全然炊かないけどさそうじゃあ火曜日ねああじゃ火曜日は暇だからやめてほしいてか今日何日だ今日18日か 明日19日今日18日明日19日明だって明日であの劇場デビュー3周年 <laughs> 電子レンジを使いますね一度もね爆発させたことないですいやいや意外と見に何でもできるんですよ家事洗濯機だって回せるし洗濯物だって干せます掃除機だって使ったことないし電子レンジだってオーブントースターだって爆発させたことないですから ミックスが言えません。トラヒ腎臓繊維の四つだけあります。タイガーファイヤーサイバーダイバーファイバーバイバーじゃじゃトラヒ腎臓繊維アーマ市の風飛び状況ジャペアペカラキノララトスケミアトスケ,トスケ,トスケです。嫁 <laughs> に来ません。でも、ね、できるけどやらないタイプの人間です。何でもかんでも爆発しじゃうのくさ。炊飯器もできますし。 ガスコンロもでもこの前あのなんかカセットコンロ見つかったことなくて爆発させそうになっちゃったんですよね <laughs> もカセットコンロは難しいで,す、ね、でも普通の何か「チッ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 みたいな何て言うのあれあれは何コンロうち上げじゃないんですよガスカセット違うの わかんないけどなんかこうチッチッチチみたいなものなんですよガスコンロかガスコンロなんですよだからあの普通のガスコンロ普通のガスコンロなんですよですそうだからあのー、こうチッチッチ,チチチってやるやつなんですけどそれは使えるんですけどこうカチッみたいなのが本当にダメです怖いです <laughs> 現象っていうの、えー、すごい <laughs> そう今どきはさあれじゃないですか IH じゃないですか <laughs> そうだからさ IH がいいですうちも <laughs> カチッえカセットコルドはさこうじゃんカチッポッみたいなうちは みたいな感じなんですわかる <laughs> そうそうそれが見えばできないのそう IH は火が出ないんですよね素晴らしいと思います掃除が楽じゃないですかあれいいですよね 都市ガスなのかプロパンなのかわかんない。都市,都市ガスらしいです。<laughs> 何が違うのか見にはわかんないけど。そうの。<laughs> <laughs> 言うなしだ。<laughs> <laughs> らしいです。ガスコンロの掃除は大変だったな。大変ですよね。わかるわかる。したことないけど。<laughs> お風呂のお湯は入れら見るお風呂はあれガスで炊くやつですなんていうの追い炊きとかあります独占 <laughs> 都市 <laughs> 都市 <laughs> 都市ガスが都会でプロパンが田舎だってへえボイラーみたいなそれは違う 言いませんボイラーみたいな言うよね私のおばあちゃんちでは言うんですボイラーをたけみたいなちょっと何言ってるか分かんないですけど目には真ん中に魚あありますグリル何て言うのよく魚焼けます <laughs> 停電するとダメなんだえー、それは困ったでも停電したことない気がするえあるっけないって でもなんかブレーカー落ちたことありますだからうちのブレーカーがうちにブレーカーがあることをこの前ね知ったんですよ <laughs> そうボイラーは普通の家にはないですえそうなのめっちゃ田舎だからあるってことですかそう 湯沸かしきえー、じゃあなんでさボイラーでお湯たくとお風呂出るの分かんないもうさ3年くらいいってないからさ覚えてないんだけどあんま仕組みをそれブレーカーもあるんですよんか家の,そのどこにブレーカーがあるか知らなくてでもなんかめっちゃ日常生活するところにありましたないのボイラーでボイラーじゃないブレーカー <laughs> いや分かんないそこにあるのは知ってる お時間はまだ大丈夫です。給湯器。給湯器はありますよ。うち。ない。あります。ボイラーという言葉の意味が。ボイラーっていうのは。だからお湯を沸かすやつ。で、なんか繋がってて。ウェーイい。<laughs> そういうことです。大富豪やります。九時半までに終わるので。早急に。今、今九時だもんね。 10分くらいにじゃあ終わりましょう <laughs> そう大体ブレーカーは洗面所か台所じゃないそうなんだボイラーは国家資格が必要そうなの国家資格必要なの持ってるの <laughs> 立てるのにってこと使うのにはいらないわかんないけど。 わ <laughs> かんないボイラー技師っていうあれがいるんですね難しいですね何やってるか全然わかんないです相当大きな建物じゃないとないよねだって結構そこそこでかいお家ですよおじいちゃんちでかいと思います家より <laughs> でも家族の中で多分一番おうちがちっちゃいと思う だよねそうです愛花ぴょんさんショールームになった <laughs> あ設置に資格がいるんだねでもでも大きいボイラーとかじゃないと思うんですよねカチッっていてつくタイプ <laughs> 全然覚えてないんですけど私のおじいちゃんちはなんかはい <laughs> なんか 聞いたんですこの前お母さんが子供の頃に建て替えたんだってで,でもなんか2階建てなんですけど2階はリフォームしてあってすごいです21時の予告ありました私大富豪ですかえめっちゃごめん21時半って言ったつもりでしたごめんなさい土下座です21時半だよってちょっと誰かツイートしてくださいでも大富豪が動いてない時点でちょっと察するかもしれないけどみんな めっちゃごめんなさい超土下座 <laughs> あゆかさんの配信が21時あっすいませんすいませんあうごめんなさいもうダメだこじらせ系だ私ダメだ今日は本当によくないはいみゆのおじいちゃんちはあのー、いいところです空気うましい何があるっけ何もないですあ ダメだあとか言っちゃうミエがダメなんですよすいませんすいません <laughs> ま,まさかさんのお誕生日はいつですかえっと白百合いの日ですなんで白百合いだったっけ多分白百合いの日です <laughs> 何もない本当に何もないですよガソリンスタンドくらいあそこのガソリンスタンドも使われてるのかわかんないですけどあ郵便局はあります あれないっけ <laughs> ないらしい <laughs> コンビニはないですそんな便利なものないてかそもそもコンビニも1個しかなかった1個っていうかさその年にワンメーカーみたいなだったんですよはいだからなんもないお店すらないですお店もないよねなんていうのあれはダメだメ視されちゃう 道路はあります。無駄に駐車場いっぱいあるもん <laughs> えお店ある <laughs> 何あれば勾配勾配でど,ど田舎なんです線路なんてないですよ道の駅ですかそんなもんないですよ線路は、ね、ない見たことないですね山の中にあるんで 電柱はあるけど信号はないです <laughs> 最寄りの駅あでもバス停はありますベコですかベコって何ですか赤ベコみたいなあ <laughs> 牛牛なんかいないですよ猫は昔いっぱいいました今見ないけど 今見ないよねめっちゃ昔行ったんですよどこ行っても猫みたいなめっちゃもう私動物全般無理なんでめっちゃ怖かったです信号機ないですね横断歩道ないもんえあるっけえ横断歩道あるっけなくないあるあるって <laughs> タヌキは見たことないけど多分いると思う猿とキジと犬はないんですけど猿とキジと鹿はありますあとイノシシ はあります。ちょうど田舎です。マンホールはあるんじゃないかな。車通りはどんな感じですか。え、私はだって人がいっぱいいるときしか行かないからさ。正月とか。盆とかしか行かないからさ、さわかんないです。でも基本的にはないと思います。<laughs> のうさぎですか。うさぎは聞いたことないな。<laughs> そう家の近くはタヌキとサルがいるなんか私の小学校の子タヌキを見たっていう人がいましたどこのそれどこの北海道 <laughs> 北海道じゃないですけど北海道っぽいですよねワイワイ人の家によってはあるんじゃないですかうちの家はないです誰も携帯使ってないんでイノシシはいますかえ今誰も携帯持ってない持ってないよね へやば狐 <laughs> キツネは聞いたことないですね分かったイヤホンしてるから聞こえないんだいやもう携帯はつながりますよでも 4G じゃない時もあります圏外とかで余裕でなっちゃうなんか子供携帯の頃はすぐに圏外になっちゃったんですけど私携帯買い替えてから一度も行ってないんですよおばあちゃんちやばくない 携帯会社によるっぽいです <laughs> タラバガニ柄のタラバガニ柄のトレーナー気になるんだが <laughs> ウーバーですかえ来るわけないじゃん誰 <laughs> が配達するんですかお店ないんですよ近くに一,僕一個も飛行機ですか飛んでないと思います覗いてないですお風呂お疲れ様ささっぱりしました <laughs> ハローだってハローバスは通ります何分に1本だろう21分に1本2時間に1本だってやば <laughs> 田舎あるあるだでも一駅めっちゃ短い田舎のくせに <laughs> 車ないと不便だねはいおじいちゃんもおばあちゃんも免許持ってないです オリンピック放送はここではしてないですけど今カーリングやってるらしいです準々決勝だっけ準決勝だっけ準決勝じゃない今日勝ったらメダル獲得って書いてあった気がする <laughs> ポツンといけんよえ全然いポツンじゃないですよ集合体みたいな <laughs> そう田舎のいいところですかアピールポイントやっぱ空気が美味しくて 自然がいっぱいで、えっと。しらしいです。畑がいっぱいあります。あの、私の。おじいちゃんのいとこがいっぱい畑持ってる。<laughs> 関係性、でもさ、めっちゃ遠い関係性だと思うじゃないですか。え、めっちゃね、もう三年会ってないけど、めっちゃね、仲良しだと勝手に思ってるんですけど。でも、よくご飯とか食べました。三年前は。 届きません <laughs> その辺はねねでもね聞いてください私のいとこみんな車の免許持っててみんな車持ってるんですよだからあのもう基本的に全員で集まる時はそういう若手の力を借りてますはいまだみんな20代なんで畑で何作ってるの、うん、私のおじいちゃんはさつまいもとか白菜とかきゅうりとかトマトとか作ってました <laughs> それではさお先に失礼だって。 う<あ> <laughs> そう鮭は来ないですけどこんなおじいちゃんは昔漁師だったらしいですけど私船に乗ったことなくて全然分かんないですね過去形なの今は私だって3年ももうおじいちゃんち行ってないんですよ夢の中で何度行ったことか覚えてないですけど。 そうクマは出るクマは出る出んてクマ出たらさすがにやられちまう全員戦い抜ける人いないんでもう若い人いなさそう多分いても2030代くらいだと思います蛍は見たことあんまないですけどカブトムシが窓にいたことあります <laughs> そう 羊飼いの少年はいないですね <laughs>。めっちゃね楽しいんですよ。なんか昔はなんかすごいすごかったんです。みえがまだ子供の頃はなんかもうちょっと栄えてた。今はあんま栄えてない。なんか本当にすごかった。な夏祭りとかも今より豪華だったしなんかもっと豪華でした。<laughs> そう。 ママはイノシシ食べたことありますかなさそうある<が>イノシシ食べたことあるある,あるって鹿はあ<る>カモはう<る>えーすごいミはカモはありますクララは立ちますか <laughs> 立つと思います立ったってなりますねお時間ですだってお時間なので終わりますヤギは聞いたことないですけど <laughs> 終わります 遊びに来たようだってありがとう日本の原風景って感じあ、もうめっちゃいいですみんなに早くお伝えしたいです、ね、なんか大爆笑されてます <laughs> まあでも本当にどいなんかって感じお母さんはもう超どいなんかだから小学校の同級生が10人しかいないんですって10人ですよ10人やばくないですか。のうち。 半分が同じ名字だだっったんだってやばくない普通に考えてそんなことありえないですからね名字で呼べないからなんかめっちゃすごいんですよもう本当にすごいのもう全員親戚うわいなかかしは見たことないですね田んぼじゃないからかな田舎あるあるだよねサッカーできないじゃんサッカーできなくできるくない9人じゃないの 田舎ある,ある出身分かるぞ出身分からないで探らないでください別にいいけどさバレてもバレても押しかけないでくださいうちの近くもみんな横川さんだったおお<ー> <laughs> そうらしいです さんはまだたぶんもうちょい都会に住んでたと思いますたぶんねカズジャンプさんネコナベネコナベネコナベハムスターさんタコさんネコミさサイスケイのハート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  え長坂パジャマさん SK のハートをしるるるるさん SK のタコさん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 サーフィンさん s のハート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 長パジャマさん SK のハートハートを知るルルさん可愛い可愛い可愛いハート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 ナッキさんネインボーピピピピサンタお花さんハートありがとうございます そしてサーフィンさんかわいいとハートあかわいいウサギさんネコ鍋サーフィンさんレインボーネコ鍋ありがとうございます I'm h u n ハングリーそれ <laughs> では今日の中身73位を読みます今日の中身73位はデケでケデケデンネコメイドのアバターのンさんですありがとうございますおめおめんじゃみんながドライブドライグドライグで支配されています ありがとうございますでは今日の 10...20 位から <laughs> 読みます行きますせーのシャーさん海賊さんハムスターさんシュルルルさん寝落ち上司派さんカタジャンペイさんナッキーさんありがとうございますイェーイ惜しかった惜しいありがとうおめでとうの73位おめおめイエーイ10分だけ中ちゃんありがとうよかった10分見に来れて いいですよ連続配信記録ついてますあ十分だとダメか分かんない <laughs> <laughs> では十三位からます十3位,あ、ま、位 <laughs> さあありがとうございます1 <laughs> 位 <laughs> さあありがとうございますたこ焼き9位 <laughs> さあありがとうございます SKE のくまさん八位さあありがとうございます元気娘 7位、さんありがとうございます。ウミガメ、ペチャペチャー6位、さんありがとうございます。キー。5位、さんありがとうございます。SK のトレックアトリート。4位、さんありがとうございます。トマトプチ。3位、さんありがとうございます。バフバフ。2位、さんありがとうございます。3位。ウィン。 そして今日の1位はドゥクドゥクドゥ,ドゥク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 ドゥンテン <laughs> さんですイエーイありがとうございますということでせーの猫耳ミミミニャンニャンありがとうございます改めまして3573人の皆さんありがとうございました見てくれてイェーイあ変わっちゃったランキングがランキングが変わっちゃったよ ちゃったんよお腹すいた <laughs> だだお腹すいた病ですねちょっとお腹すいたっていう言葉しか頭に入れてませ七73位もう一人はえー、バランのアバターの <laughs> さんですありがとうございますそして20位から、えー、4位まで見ますねいきますせーの海賊さんハムスターさんシュルルルルさんニューチュルーシュワさんかとちゃんペーさんシャーさんお花さん そして、ヒヒンさん、グラタマさん、たこやきさん、イスキーのクマさ,さん、さん、ふふふふ、中坂さん、ウミガメさん、ウキーさん、トリカオトリートさん、トマトさん、もほもほさん、ありがとうございます。3位、ふふふふ、さん、ありがとうございます。3位、2位、ふふふ、さん、ありがとうございます。あっち、こっち、どっちなきさん、そして今日の1位は、ふふふふふ、さんです。 せーの、猫耳にゃんにゃん、ありがとうございます。改めまして、3611人の皆さん、配信を見てくださってありがとうございました。おめおめー。すごい、611っていう縁起のいい数字ですね。 ねねちょっとさちょっとだけドライグの質問させていただくんですけどあのスゴロクってどうやったらあのプレイしてる意味がなしななせますかなんかさどうすればなんかどうなるのかが全くわからないのでちょっとどなたか解説求めますそれでは終わりたいと思います <laughs> せーのめいちゃーんじゃんけんぽんあっち向いてはい今日の合言葉はルンさんしか勝たんバイバイ Bye bye.